体我が国はこの戦争に勝てるんか。勝算はありません。おそらく五分五分死力を尽くして六分四分か。乃木を変えてはならん。そのようなことをすれば乃木は生きてはいまい。目標鉄条網前方爆破口まで躍進距離50、突撃に。大勢の部下を亡くしてしまった。ロシア兵も殺してきた。この戦争が終わるまで僕は中隊長としての責任を果たさなければならない。昔の僕はもう忘れてほしい。戦争が終わるまでは。今がご決断の時です。不祥事の子供を一兵卒として血を流す覚悟です。場合によりましては陛下を自ら台頭を戦場に進めて陣頭指揮を仰がなければなりますまい。閣下も死んでいただきます。小玉君、決議通りでよい。帰ってきてほしいんです、古賀さんに。どんなことをしても帰ってほしいんです。言い訳ではありません。総参謀長は我が軍の戦死者の数をご存じないんですか。何、むしろわしに喧嘩売る気か。飛行方面以外の攻撃に使うことはできません。参謀長、君は軍の実情を知ってそう言うちょるのか。飛行方面の攻撃は一時中止、軍の攻撃目標を二百三高地に転換する。口中などを侵略している島はわしにはない。わしが考えていることはのただこの戦争に勝つこと、それだけじゃ。兵たちは死んでいく。兵たちには国家も軍司令官も命令も軍旗もそんなものは一切無縁です。灼熱地獄の底で鬼となって焼かれていく苦痛があるだけがです。その苦痛を、部下たちの苦痛を、乃木式の軍人精神で救えるがですか。教えてください。この世に生きとし生けるものの全ての命に
限りがあるのならば第三軍は本日総攻撃を中止した。用心か。あんな軍港一つが日本の命取りになるのか。打つ手は状況によって刻々変わるんじゃぞ。こんなところで馬鹿面さらしておって何が手を打ったじゃ。貴様らのような鈍感な頭では参謀は務まらんの。緊張の取りの方に聞け。陛下の責死を今日まで無駄に殺してきたのは誰じゃ。貴様たちじゃないんか。
模擬を変えてはならん。そのようなことをすれば模擬は生きてはいまい。教えてください、この世に生きとし生けるものの全ての命に限りがあるのだ。